味しかったね。美味しかったね。うん、いいお店だったね。ね。店員さんもいい人で。そうだね。店員さん、あの子に似てたよね。あの、イテウォンクラスのさ、女の子。ああ、はいはいはい。うん。ああ、イテウォンクラス見た？見た見た見た。うん。あ、知ってる？知ってるよ、知ってる。うん。いや、なんか似てたなぁと思って。それで言うとさ、どっち派？ん？何が？ん？あの、イテウォンクラスでさ、どっち派ってあるじゃん、二択で。ああ。うん。それで言うと、俺は2かなぁ。2? うん。いや、あれ1しかやってないよ。うん。いや、2とかまだないけど。うん、完結した。知ってるよ。うん。知ってる？知ってる知ってる。本当に見た？見た見た見た。うん、知ってる。いや、でも1しかやってない。1しかやってない。うん、知ってる。2やってないけど。知ってんの？知ってる。てかさ、Tシャツかっこいいね。ああ、これ。かっこいいっしょ。かっこいいかっこいい。シャツね。へえ、これ今日買ったの。知ってる知ってる知ってるよ。いやいや、知らないでしょ。知ってる知ってる。いや、だって今日買ったこと俺誰にも言ってないよ。うん、知ってるよ。知ってるっておかしいじゃん。誰にも言ってないの。なんでそんなさ、知ったかぶりすんの。いや、別に知ったかぶりとかじゃなくて。いや、知ったかぶりしてるじゃん。いや、知ってるよ。でもこれに関してはもう無駄知ったかじゃん。無駄知ったか。無駄な知ったかぶりだよ。もうこれを知ってるって知ったかぶりしても何のメリットもない。無駄知ったか。ああ、無駄知ったかね。知ってるよ。いや、ないけど、そんな言葉は。今知ってるけど、今作った言葉だからです。知ってたから。え、なんでそんな嘘つくの。いや、別に嘘とかじゃないけど。いや、嘘じゃん。いや、嘘じゃないよ。いや、お前がピノキオだったらもう今頃俺に鼻当たってるわ。知ってるよ。知ってるとかない。例えだから。これ知ってたから。例えだから。これ知ってるとかないんだよね。何なん、知ってるばっかり気持ち。あ、てかさ、そんなおしゃれして何、好きな子でもいるのかな。話し変えるの下手だな、急に。ん？いるのかなって。でもいない、いないけど別に特に。てかお前はどうなの。なんか瑞希ちゃんご飯誘うって言ってたじゃん。あー、まあまあまあ、まあこれちょっと言うか迷ったんだけど、うん、お前のために言うわ。何？いや、瑞希ちゃん彼氏いるんだって。え？いや、瑞希ちゃん彼氏いるらしい。彼氏？うん。知ってるよ。知ってるの？知ってる。うん、知ってるよ。3年ぐらい付き合った彼氏いるの？知ってるよ。うん。知ってる？知ってる知ってる。じゃあ知っててご飯とか誘ってたの？うん、知ってて。知ってて？テテ。テテ？テテアタックしてた。テテってやめて。テテ言ってた。うん、テテ。いや、絶対知らないでしょ。いや、そんな全部知ってるっていうのはさすがに嘘だって分かるって。さすがに俺も知らないことは知らないって言うよ。言う？言うよ。ほんと？知らないことあんの？じゃあ逆にお前は。まあ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 。じゃあこれ知ってる？え？もう彼氏と1年ぐらいマンションで同棲してるんだって。え、何？え？いや、だから彼氏と港区のマンションでもう1年ぐらい同棲してるんだって。その、うん、港区の何、何？だ、マンション。ま？ま、マンション。メンシェン？いや、中国のなんか。いや違う、中国のやつね。マンション、マンション知らないの？知らないな。いや、マンション知らないのは無理あるよ、さすがに。いやいや、知らないわ。知らないの？いや、なんでマンション知らないの？これは本当に知らないな。いやいやいや、知ってるでしょ。さっきまでのは本当に知ってたけど、これはちょっと本当に知らない。いや、無理あるよ、さすがに。知らないな。あ、マンション知らないって認めるってことは今までのは本当だったんだってなんないよ。知らないからな。さすがに無理。なんだよ、知ったかぶりしたり知らないって言ったり気持ち悪いな。なんて思って、知らないから。あれ、え、火事。ああ、本当だ。え、燃えてるよね。ああ、燃えてるじゃん。本当だ。ていうかあれお前んちじゃね。え、ほら、あれ黄色いマンション。ああ、あれお前んちじゃん。ああ、ああ、知ってる。ああ、知ってる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 。ああ、燃えてるの知ってる。知ってる、燃えてるよ。ああ、知ってる。ああ、俺んちのマンション。ああ、マンション知ってんじゃん。知ってる。ああ、知ってる、うん、知ってるけど、うん、ああ、知ってるけど、ああ、帰る。
うん。